実はね。あ、そう、うん、すごい本を買ってきてくれてすごい大笑いだったんですよ。だったさっき言ってたけどさ、あのアントニー・バージェスのさ、シェイクスピアってこんなでかいんだぜ。知らなかった。これが向こうからバーッと飛んできて、それで頭が良くなったような感じがした。そうそうそう、当たったのが、しかも中で一番でかい、一番しかも尊敬するアントニー・バージェスの方に当たったっていうのは、俺ってやっぱり運がいいよなと思う。さすが、我々どんどん大きくなることでしょう。はい、いやだけど、とにかくまあそれはさておきとして、とにかくそういうことですよ。つまりそういう問題に関しては大した問題じゃないと思う、うん、大した問題じゃないって言うとまた怒られちゃうけどさ、うん、そのだからその震災の被害者と被害者の救済っていうのはもちろん、ね、優先されるべきなんだけど、震災の被害者とね、あれですよ、被害っていうか震災の被害そのものと原発の被害そのものは分けて考えなきゃいけない。で、震災の被害に遭った人はもちろん気の毒だけど、それは気の毒ですよ、それはね。だからそれは要するについ昨日起こったあのバラバラ殺人事件の一斗缶に詰められた人も気の毒だし、それから笑っちゃいけないと思うよ、それ。笑っちゃいけないけれども、よく出てくるなと思って、うんね。気の毒だし、その、あの、御巣鷹山で落ちた人も気の毒だし、みんな同じように気の毒だ。もちろんそうだと思います。で、その数が多いからって、そんなに、なんていうか、特別扱いしちゃいけないけど、特別に考えるのもどうかなと。それは日本経済に関した、ね、対するダメージとか考えれば、まあ、全然別だけどね。それは政治家が考えることで、僕らが考えるわけね。で、だから福島の原発の問題ってのはまた別だと思う。それは別に考えなきゃいけないと思う。つまりあそこで、あの被害者っていう人たちは同時に加害者でもあるわけですよ。で、その電気を作った人間も僕らも加害者であるわけですよ。でも、津波の被害で死んだ人は圧倒的、一方的に被害者で、あれはどこにも加害者は存在してないんですよ。つまり、宮城、岩手のね、福島はあんまり行ったことない、海辺に行ったことないから分かんないけど、宮城、岩手 の、 あの海辺の、防波堤、防潮堤っていうのは、あれは世界に無類を見ないほど大きくて頑丈だったのかと僕は思ったぐらい、うん、こんなもんで、例えばね、なんとか高田ってある 陸中だから、陸前高田、あそこの町に行った時僕驚いたんだけど、あそこに松原が立って大変綺麗な松原で、そこに砂浜があって、岩手の子供たちは必ずあそこに海水浴に行くんですよ。そういう、もういわゆる湘南大河みたいに彼らにとって有名な貸し浴場なんだけど、その松原の裏側に、後ろ側に町と隔てて、幅 4.5メートル、高さ 8.5 メートルのコンクリートの、ね、塀があるわけ。町と途切れてるわけ、この景色が。本当にそんな大きいんですか？そう、大きい。もう極端に大きい。例えばなんとか町だ、忘れてた、大阪町みたいな、なんとか忘れてた。とにかくもっと大きな塀もあったわけ。でもそれを簡単に壊して、簡単に波が乗り越えてきたわけね。それに関してはね、気の毒だけど、なんかしょうがないなって思う。もし俺が家族なくても、誰を恨むものでもなくしょうがないなって思う。それはね。そういうのもあるだろうけれども。例えば、僕の親戚は何人も横浜大空襲で死んでるけど、だからって別にアメリカ軍を恨んだことは一回もないしね。単にアメコンが嫌いだってだけで、アメリカ軍別だから。アメコン嫌いです。そうです、嫌いだよ。頭悪いんだわ。で、だから そういう問題じゃなくて、その福島は別に考えるべきだ。今これ言うと人から嫌われるからみんな言わないけど、言わなきゃいけないなと思うわけ。つまりあれは僕もあなたも、あの電気を使った我々も、税金をジャブ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 使って暮らしてた連中もみんな被害者であり加害者なんだよ。なるほど、うん、それはいいこと言うね、うん、基本的にあんまり嫌われちゃうよね。まあね。でもなんか今おっしゃったことはなんか分かります。その特に
これだけ明らかになって、その例えばね、50億回に1回起こるか起こらない事故だっていうけど、例えば自動車事故は 何回に1回起こる、正確な数字は知らないですよ。でも自動車事故よりも、頻度は、飛行機事故の方が少ないっていうわけだよ。だけど飛行機事故の方が大変なのは、飛行機事故って一旦起こったら死んじゃうんですよ、確実に。つまりいっぺんに300人とか500人死ぬわけでしょ。で自動車事故って死なない可能性も非常に高いわけですよ。むち打ちになったり手首骨折したり、その程度で終わっちゃうから、そっちも多いわけでしょ。でそういう可能性でいうと、それよりも頻度がはるかに低かったとしても、やっぱり原発は間違ってるわけですよ。なぜかといえば、原発は一回起こればこれだけの事故になるわけだし、でしかもこんなに地震が頻発する国に原発を置いておくし、まあ、活断層の上に原発も置かれてる。そんならね、彼はどう見てもおかしい。なんでだったんだけど、すごい不思議。アメリカに負けたからとか。うん、まあ、あの一つは。だってそれまではどうやってじゃあ電気を起こしてたって話よね。あのね、中曽根康弘って人がいて、中曽根首相は海軍の軍人なのね。まあ大学軍人だよね。大学軍人じゃないか。あの東大出て。主刑かな、あいつは主刑だった、主刑かもしれないけど、つまり彼は海軍で終戦を迎えた時に、青年将校で終戦を迎えた時に、つまり日本の敗因はエネルギー政策だと分かったわけで、エネルギーを何とかしなきゃいけない。でエネルギーを何とかするには、この資源のない日本でアメリカにガソリンを止められても、石炭を止められても、電気を作り続ける、それが原子、そう原発だったんです。でしかも同時にそれをやり続ければ、潜在的に 原爆を作る能力を維持できる。それがあのおっさんの発想だった。そう、現地の でね、しかもね、中曽根はそこで、まあ、お金もらったかどうか知らないけど、そこで終わってたんだけど、それに田中角栄ってやつが飛びついたから、あ、これ手になると思って。で、田中角栄はもう手にしまくったわけですよ。それで最後に、アメリカの中曽根に支えかれて、アメリカの力を得ずに原発を運転し続ける方法はないか、オーストラリアのホーク首相とか語らって、東郷なんとかさんっていう、あの、当時の、電源開発公団、電源開発公団の、東郷なんとかさんを使って、そのホークとオーストラリアのウランを安定供給する条約を結ばせたわけですよ。聞いてないよ。あ、そうだ。それでその直後に、ホークと田中角栄は同じロッキード事件でパクられるわけ。なるほど、つながるね。だから田中真紀子は未だにずっとあれを CIA の陰謀だって言い続けてるわけで、多分それは本当だと思うよ。で、笑い事じゃなく、でそれは本当だと思いますよ。つながるね。アメリカは日本を危機感に置きたいし、そんな勝手なことをさせたくない、そんなつまんないことをする首相はみんな飛ばしたい。でもあの田中家はそんなにね、つまり反米とかいう問題じゃなくて、銭が欲しいからやったんだけどね、間違いなく。だからそれはね、あのそういう時代があったわけですよ。でとにかく原発はそのままどんどん大きくなっていって、原発っていうか原発における権益はね、で権益が大きくなれば、そこから派生する金も大きいし、地元に流す金で15兆とか、すごいね。15兆のうちの 40% じゃないか、60% は地元の懐柔費ですよ。つまりだから、あの菅直人があれを止めた時に、浜岡原発を止めた時にね、はい、あのまたマスコミ、バカなマスコミがインタビューに行くじゃん。